その2連続で来るのやめてください。あー、爆風、笑顔でやられてしまったよ。遠いよ。でも飛べる場所ないよね。何これ、新しい依頼がある。え、めっちゃ遠いやん、これってこと。え、こんなに、ほぼ端っこやん、やば。せめてさっきの場所へぐらいまではさ飛べるようにしていただけないでしょうか。うう、つらい。違う違う違う、いや遠すぎか。あ、灯火。え、あと19個って書いとった。めっちゃあるやん超あるやん。これ大ニューラでもさ、普通にダメージ受けるけんさ、嫌やな嫌やな。さ、ちょっとこれで下の方の移動はね、いけいけ、あやじしであっという間に行きましょう。え、私あの子捕まえたんやっけ結局。うっと、なんか穴開いとるし怖っ。めっちゃ怖。なんか脅ししとかもおるんやけど。おーっと怖い。怖い怖い。目が赤い子たちがいっぱいいる。あ、でも結構あっという間に、いけそうな感じ。え？上がらせてくれる？いや、上がらせてってば。よし、オッケー。見つかった、見つかった。ね、ほら、ここに集落あるんよ。気になるよね。まあ、別に入れたりせんのやろうけどさ。ん？なんか人おるよ。あ、これもしかして新しい依頼か？お、なんか人おるやん。ねえ、おるおる。どうも。カイも悩んでいるだろうね。新時代をどう導くのか。なるほど。あれはなんかいっぱい集まっとるけど、知り合いかな？関係ないかな？何もないからね。食料集めも大変。でも楽しそうだな。炎を出すポケモンがそばにいてくれると暖かいよ。みんなめっちゃ笑顔じゃない？どうした？子供たちはどんな環境でも楽しそうなんだな。世界の果てってどこ？わからない。世界の果てってさ、なんか荒れてなかった？あの、クロノトリガーで。バサギリのようにキングとして人を守るポケモン。ガチグマのように人を運んでくれるポケモン。共に古代の英雄に従っていた10匹のポケモンの子孫ということだ。へぇー。なんか結構高えな。何してんの。海を渡り、ヒスイにやってきた先祖が神王様と出会ったのがこの地。それゆえ神樹団はこの地を住みこと定めたのです。寒くない？ポケモンの中にも人の懐くものがいます。共に育ち、野生のポケモンから身を守ってもらうのですよこれってさ、大ニューラに話しかけよることにならん？のぼりさん、ポケモンを戦わせるのがうまいんだよな。ポケモンに関する知識が圧倒的って感じだよな。本当に？知識だけじゃなくて？ね、やっぱ実践とは違うって言うやん。そんなお勉強だけできる人。いいよ。まあ、知識があって損はないやろうけどね。さあ、行け行け行け。いや、でもなんかすごい軽快でいい感じ。サック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 。スタミナがないのがいいよね。何今の鳴き声。誰の鳴き声。なんかポケモンおった？もしかして。うわ。見てあれ。うわ、やばいね。人がゴミのようだって感じ。あ、そこの灯火あるやん。今度拾いに行こう。もはや後ででもないけど。いや、遠すぎてね。この近くにベースナイン、またあれか作るところからか？誰その人。誰その人。門番的な。アイノさん、いちいち動きが可愛いよね。旅は道連れって言うでしょ。さあ、切先神殿です。入れるようにしてあげたから、もう少しだけ追いかけてきてね。ええー。アイノさんとの鬼ごっこ、私は楽しいと思ってる？楽しくない？さてどっち？
答えは聞かないんですか？わさびさんの話は聞こえました。まあ、ほぼ真横やったけんね。わさびさんが良いというのであれば、あなたも神殿にどうぞ。ただし、仕掛けを解かねば進めませんが。何仕掛け？仕掛けですが、石像が何を見ているかがとても大事らしいです。そういう謎解きね。そういえば石像の胸に何かの模様がありますね。ほう、それがヒントかい？石像、あれか？あ、いっぱいある。石像が何を見ているかが重要。石像の胸に模様、あ、ポケモンもおるんか、そうか。何これ。石像の胸にうっすらと岩の模様が刻まれている。岩の模様？これは？これも一緒じゃない？うん、岩だね。これは太陽？氷やった。いや、待って、この場所でさ、ポケモン邪魔なんで、ちょっと。これは？鋼の模様。何がどう鋼なんかが全くわからんけども、サイコロかと思ったよ。それは読めねえのか。邪魔だって。これは、え？なんかこの上におるっぽいな。やめてよ。技を繰り出すのは。なんなん？遺跡の中には必ずあいつらがいるのか？え？なんなんやろ。でもなんか行ける場所があるけど。こっちとかは別に関係ないんかな。え？何？結構追いついてきてる感じ？やめてください。なんか石像が何を見ているかが重要って言われても、あ、ここにもおるんや。これ氷やろ？氷じゃないわ、岩やった。で、これがこう、鋼。で、氷。え？扉には模様が刻まれたパネルが3つはめ込まれている。石像の姿勢の先にあるもの。扉にうっすらと文字が刻まれている。最初はどのパネルに触れますか？さっきの順番やったらいいってこと？岩。え？わからん、ちょっと待って、忘れた。アイナは順番にパネルに触れていった。あ、よかった、取った。何を見よるかっていうか、普通に何を持っとるかってこと？進めたけど、普通に。まあ、でも、それやったらね。氷。わかりづらいんよね。太陽にしか見えんし。あ、要は、この、見よる像？こいつが見よる像が次のやつって順番を示しとるってこと？氷、岩。鋼。氷、岩、鋼。ん？まだある。氷？氷、岩、鋼。氷。え？まだある？え、わからん。ちょっと待って。え？お、え？あ、え？あっちにもおるんやけど。え、待って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 。私どこから来た？私こっちから来たよね。え、順番じゃないってこと？え、氷、岩、鋼。氷、岩、鋼。で、あ、横向いとんか、こいつ。あっちか。なるほど。なるほど、なるほど。こっちじゃないんやな。氷、岩、鋼、岩？氷。氷、岩、鋼、岩、氷。どんどん増えていく感じ。もう無理、限界。覚えれる個数。うわぁ、まだあるよ。え？待って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 、どこスタート？とりあえず端っこのこいつスタートってことでいいんかな？氷。え？あっちにもなんかみ、
待って、どこスタート？え？これスタート？かな？あがね。どうしよっか。頭、頭文字で覚えていこう。は。箱。箱、い、どれ？箱、い、こっちか。箱、い、こ。箱、い、こ。は、箱、い、こ、は。箱、い、こ、はこ。箱、い、こ、はこ。よし。は、こ、い、こ、は、こ。違う、待って、待って、どういうことだ。ちょ、待って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 。あ、違う、最後のやつ、岩や。は、こ、い、こ、はいか。は、こ、い、こ、は、い。あ、え、OK よね。あ、よかった。よかったよかった。いや、もうさ、なんかその、石板が、型取っとるやつがさ、そのものズバリ分かりやすいやつじゃないけん。やめてって。わかりやすいやつじゃないけんさ、間違えるんよね。間違えて覚えてしまう。痛い！死んだかと思った。めっちゃ死んだか。ああ！痛いって！ついてこないでください。いい、恐ろしいよ。怖いって怖いって。来ないでくれ。でもこの中さ、なんかあの、怪獣とか使えんっぽいけん、スピードが出ないんすよね。あれか？今私めちゃくちゃ、めちゃくちゃ死にそうなんやけど大丈夫。はあ、追いついたよ。これ最後？追いつかれたら終わりが近くてつまんないよ。あのね、私の整理眼。ゴーグルと共に空を滑空するあなたが見えたけど、本当かな？本当、本当にする。未来はどうなるかわからないけど、ゴーグルと飛ぶのは簡単じゃないよ。本気で飛びたいなら、アイナさんの強さ、教えて教えて。戦闘ですか、ここで。かかってくる？行きます。ドサイドン、ブーバーン、エレキブル、みんなでお相手するよ。しちゃうよ。ドサイドンって何？サイドンの仲間？なにこれ？サイドンのさらに進化系みたいな感じ？サイドンとサイホーンってどっちが先やった？うわ、なに？3匹いっぺんにとか、ちょっとやめてや。待って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 、ポケモン変えよう。何ならいける？あ、イナムーでいけるやん。うわ、しかもレベル50。何最強さん、ん、ちょ、いかついんですけど、持ってるポケモン。何イナムーには効果がない？めっちゃいいやん。どれ相手か知らんけど、つらら落とし。でも一応、両方効果抜群になっとるけん大丈夫ってことやろ。ひぃ、やめてくれ。でもこれ、あと一回やったら、やっつけれるんじゃない？あ、なるほど。雷パンチ、あ、そっか、地面系やもんね、こっち。雷パンチが、イヌムーには、効果がないんやね。イェーイ、ドサイドンやっつけた。え、君の攻撃は食らわないんだ。あ、やめてよ、攻撃変えてくるの。これは体力は減らんのよね。よし。10万馬力。よっしゃ、一発。お、君、レベル30弱いな。あ、なんだなんだ。真ん中のドサイドンが強かっただけ？なるほどね。10万馬力。要は、ボスとその、取り巻き2人みたいな感じ？イェーイ。ドサイドンさえやっつけてし、イノムーってさらに進化するん？ウリムー、イノムーで終わりじゃないん？
鬼ごっこも終わり、勝負も終わり、どちらもあなたの勝ち。でもね、ウォーグルはあなたのことをもっと知りたいみたい。さあ、屋上に行きましょう。なに、まだ何かあるの？じゃ、その前にさ、進化させて。イノムーの進化系って何？進化。おや、イノムーの様子が。え、これよりさらにでかくなる。めっちゃいかつくない？え？なにこれ、ブサイクになったんやけど。おめでとう、イノムはマンムーに進化した。どういうこと？ウリボーからイノシシに進化してマンモスになるん。かわいくね。いや、素直にかわいくね。なんだこいつ。イノムまではかわいかったのにな。なんてことだよ。マンモスとも取れるしさ、顔的になんかマントヒヒっぽくもあるよね。マンドリルでもか。なんかちょっと猿系。何それ、ちょっと、あれか、かけとる感じ？見た目と名前。あ、びっくりした。出る。つらい。進化。あ、つらい。まあ、あれよね。図鑑は埋まったんやけどさ。ぐらぐら。巻き舌ができないんすよ、私。ウォーグル、あなた自身でアイナさんの強さ確かめたら？戦うの？今までもライドになるやつって戦いよったんやっけ？待って、飛行タイプやろ、相手。ってことはさ、あ、コロガルがいけるぞ。岩タイプ。いやー、でも全然。コロガルに熱中しなくていいよ。回復だと。その2連続で来るのやめてください。あー、爆風、笑顔でやられてしまったよ。くそ。で、反動で結局、元と同じぐらいになっとるやん。待って。あと、マンムーがめちゃくちゃ効果抜群やけど、体力少ねえ。速攻で回復するか。いやー、見た目が気に入らない。後ろ姿はいいんやけどな。待って、私回復系もしかして持ってないのでは。あ、一応これが、回復か。一気に回復させてよ、全部。どうしよう、結構レベル差があるんよね。あれ？え、待って、さっき効果抜群って書いてなかった？気のせいですか？全然何も効果抜群じゃないけど。原子の力。何？なんか変わった？タイプが変わったの？君。どういう状態？え、出す直前まで効果抜群って書いて、効果抜群やん。どういうこと？え、どういうこと？吹雪。いやー、よかったー、やっつけれたー、イエーイ。最初からそれにしとけばよかったね。よし。ウォーグルが負けて悔しい。さーて、鬼ごっこも楽しかったし、帰ろうかな。待って。ねえ、ウォーグルはどうなるの？冗談だよ。一緒に笛を吹いて。あ、私が今持っとる笛？なんか誰を呼ぶときも同じ笛の音なんやけど、どうやって聞き分けよん、みんな。そしてどうやって吹き分けよん、みんな。私がご主人様だとちゃんと判断したかい？ウォーグルはアイラの旋律を心に刻み込んだ。ウォーグルから青空プレートを受け取った。よっしゃー。わさびよ、ありがとうな。お、来た来た。追いかけられんかったわ、大丈夫。私死にかけたよ、その中で。ウォーグルもアイラさんとならあちこち食べて楽しいんじゃない？まあ、いろんなとこ冒険行けんね、私。そうか。それならいいよな。人とポケモンが寄り添う世界か。いや、空飛ぶポケモンって、じゃあ、あれか。この、ウォーグルゲットせんかったら捕まえれんかったんや、そもそも。わからんけん、そういうの。なあ、どうして時空の裂け目からの雷でキングたちを荒ぶる？知らない。
新王様はお怒りなのか、それとも試しておられるのか。試す。何か試練なのであれば、最後のキング、クレベースを沈めれば、裂け目が開いている必要もねえよな。もっとも試練をこなしているのは、翡翠に暮らしていた俺らではなく、銀河団のあんただけどな。何知恵者の真似事をしてるの？関さんは考えるのは苦手でしょ？うるせえな、時代の変化ってやつを感じてるんだよ。そして時代の変化を起こすのはあんた。俺はそう睨んでいる。つまり、あんたについていけばよ。いつか新王様に会えるってな。関さんの話面白い？つまんない？さてどっち？アイナさん、ウォーグルと大空を舞いなよ。これだけの高さ飛び降りたら、ウォーグルとどこまでも行けるよ。永遠の氷を忘れるな。入試のためにウォーグルと行くんだよな。そっか、飛んでいかんといけん場所にあるんか。ひえー怖い。あそこに見えるのが氷塊。どれ？え、あっこ空からじゃないといけんの。ウォーグルと共に飛んでごらん。降りたいときは急降下すればいいよ。アイナはライドポケモン、ウォーグルを呼び出し、滑空できるようになった。ウォーグルで空を飛ぶ。ウォーグルライドでは、その場で高く上昇し、空を飛ぶことができます。プラスボタンでどこでも呼び出されるほか、落下中に A ボタンを押すことでも、ウォーグルを呼び出すことができます。ああ、なるほど。思っとった感じと違うんやけど、飛ぶの。私勝手にウォーグルの背中に乗るものやと思っとった。違うんやね。とりあえず、一旦。は。ウォーグル。いやー。いいね。めっちゃいいやん。え、ちゃんとその場に留まってくれる。えらーい。急降下。え、急降下してる？それ、おしっぱってこと？あ、なるほどね。おしっぱや。めっちゃいい。超楽しい。まあ、あっこに行くのはまた次回として、今回は、ん？なんかあそこに、サブクエがあるっぽい？まあ、とりあえず今回は乗れるようになりま、乗れるようになりましたっていうことで。よいしょ。はい。あ、乗ったまんまの方がいいな。よいしょ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでやったね。空が飛べるようになった。これでね、高いところを飛び降ったポケモンも捕まえられるってことよね。図鑑どんどん埋めていこう。